絶対に負けられないリアルタイム対戦ピアンツのゲーム、今日も放送していきます。田舎のオジャレです。皆さんこんにちは。ここ注目ですよね。リアタイめっちゃやってる割にあんまり勝ててないやつ、はい、それは皆さん田舎のオジャレと覚えておいてください。試合数だけはね、明治級9世紀と言われてますので、試合だけはやってます。そして田舎のゴジラ、ついに iPad 購入いたしました。はい、おめでとうございます。マジみんなこんないいもんでさ、試合室長って思うくらい感動してます。なんだろう、なんていうんだろう、本当にさ、えぐいわけですよ。画面の大きさとってもね、なんかやばいぞ。先制点奪いたいですね。ボール遅く感じるってほどまでは言いません、言いませんけども、なんかすごいね、打ちやすいなとは思ってます。なのにね、なんでか僕だけ打率が上がらないと事件が起こっておりますが、はい、早速ね、超苦手な大野雄大さんに行ってほっこりとしていきたいなと思います。ストライク入りません。でもね、大野さん、地味にスライダーがね、無理なわけですよ、僕は。なんていうかね、ここも見よう。縦通信と後方通信、上通信、この上通信は、キュインキュインすぎて、そうですね、はい、ああ、OK じゃねえ、キュインキュインすぎて、そしてバッターの失点は嫌だ、だから、それやっぱ目いくんで、真反対に来る。ツーシームじゃないな、スライダーがね、攻撃を終えたいですね。この辺はなるほど、そうですね、これが2球目、はい、あーよく見ましたね。ここね、振らせたいところじゃないですか、はい、外のストレートわずかに外れてボール、ね、ストライクだろうが、はい、インコースのスライダーにバットが出ます。ストライクだろうが、そういうのは見逃していきたいなと思ってます。低め見ました、ボールです、はい、いいね、フリーボールになりました。そう、今のところからのツーシームとかもよくあるこういうことです。ここも見送ってよく選びました。ビビってる、ピッチャービビってる、ヘイヘイヘイという応援歌でやっていきたいと思います。ゲイ初球ボール、これ仮にストレートだとしてもワンストなんで、ね、そうですね、3球するなんて無理よ。変化球も狙ってたんでしょうかね。外のストレート、ストレート、通信は打てるよ。ストレートが打てない田舎のゴジラ。これも空振りです。バッター、マジでキモい。弱い球、わずかに外れています。マジでキモい、その辺の甘ストなのかな、これは。僕からすると、そこ甘くないよ。一番苦手なの。苦手コースは甘くない。インだったら打てます。外は打てないんです。相手を0点に抑えて、これから1回ぐらいに振ります。一番大谷さんね、しっかりこの試合を拾っていきたいんですよ。しっかり勝っていきたい。変化球できました。山岡さん頼むよ。一発ホームランが非常に多い山岡さん。打ちましたピッチャーでね、どうしてもそういうところないんですけど、まずワンアウトです。バッターは2番に入っている中村。しっかりね、抑えていきましょう。先頭バッターを打ち取っています。皆さん、どんな感じのね、試合っていうか動画見やすいのかなと思ったわけです。初球は何で来るか、カットカットカットしてやるのがいいのか、どうなのかなと思ったんですけど、どこですか。ボールになります。僕の中ではあんまりカットとかしないで、まあリアルな流れ映した方が分かりやすいのかなと思うんですけど、あ、打たれました。打席には4番バッター吉田、ヒットでランナーを1塁に打っています。ないの投げたいですね。この辺振ってくれたらありがたい。ああこれありがたい。山岡さん使ってて一番嫌なのはボール見られること、あとストレート打たれること、これが嫌なの。2回になります。僕としては山岡さんストレート打たれる人は嫌です、ね、あとは、まあ、縦スラは結構ジャイアンツ得点に動きはありません。打ちやすいじゃないですか、実際取ってワンアウトです、うん、打席には1番バッター坂本。山岡さんは投げるんだったら、まあ、縦スラ張って当たり前ですけど、縦スラ張ってるのか、ドロップカーブ張ってるのか、まあ、大体ね、どっちかに張ってると思うんで、2球目、うん、のどっちを狙ってるのかを早めに見極めて、反対を投げてあげる、あと違う球種でじらしてあげるっていうのがやっぱ大事なんじゃないかな。特にドロップカーブじゃなくて、そうだね、縦スラ、この回のジャイアンツ打線ですが、絶対狙って狙いやすい球種になってくると思うので、その辺ね、うまいことボール球、ストライクからボール、ボールからストライクと使ってあげると、ちょっとでも抑えられるのかなと思います。
ストレートを外れてボール。とりあえず打っていきましょう。雄大さん。スライダーが決まります。雄大さん苦手なの。ナイスボール。それは無理や。めちゃくちゃね、苦手なわけですよ。アウトコース、空振りです。はい、2ボール、2ストライクです。外打ちずれ。マジで外打ちずれ。誘ってきましたね。苦手なんですよ、はい、高めストレート外れてボール。スリーボール、2ストライクです。リオクエルです。打ちました。サード、取った。1塁アウトで、3アウト、2回の裏にあります。ううライオンズの攻撃。はい、まずビシッと押さえてな。高橋。ビシッとな。ジャイアンツ得点に負けてもあの動画にするって言っちゃってるから前の動画で。できない。変化球できました。あの勝ち試合動画にしたいとかできないんですよ。あ、うん、あ、一直線。そうだ。警戒していた相手だったのですが、サヨナラホームランを打たれてしまいました。開けない幕切れです。ジャイアンツがなんとサヨナラで敗れてしまいました。トロトロ高評価お願いします。